まあもうね、山際さんの件はもうずっと呆れっぱなしという感じですけども、うんうん、まあこのコロナ対策本部長に就任したというね、うんうん、昨日この茂木幹事長がですね、うん、あの記者からこれなんで山際さんなんですかっていうふうに問われた時に、はい、なんか茂木さんがえはは？みたいな感じで一度対応して、その後にまあここでね書かれてますけど、うん、適材適所で行われてるっていう言い方を非常にこうなんていうか記者を馬鹿にしたような言い方でしてたのを見たんですけれども、あ僕もそれ見ました。ね、一回なんか知らないけど、は？何何？なんでそんなこと聞くのっていう感じの言い方でしたよね。聞かれた意味がわからないみたいな表情してましたけどね。うん、でもこの山際さんが辞めた時に、うん、彼がなんで辞めたかってまああの記者に囲まれて答えた時に、うん、なんて答えたかって言ったら、うん、彼はその国会運営にこうご迷惑をおかけしたっていうような言い方をしていて、うんうん、実際に本当になんで彼が辞めたのかっていうことっていうのは語ってないわけですよね、はい、まあ曖昧な答弁をし続けたから辞めたのか、うん、それともまあ旧統一教会との関係が非常に深いから辞めたのかどちらかわからないわけですけど、まあ、これどちらかだとしても、うん、やっぱりこれ山際さんだけじゃないわけですよね、うん、旧統一教会との深い付き合いがあるのは彼だけではないし、うんまあ、こういうふうに曖昧な答弁を続けてるっていうのは、うんまあ、それこそ今ね寺田総務大臣の、うん、あのお金の流れっていうのも今注目されてますけれども、うんはい、いずれにしてもまあ彼だけではないだろうっていうことになるんですけども、うんまあ、それがプラスですね、彼がこういう、まあ、党内の要職についているという、それに対して説明が適材適所で行われていると。で、岸田さんは総合的に判断して、山際氏がなっているというふうに言い方をしているというので、まあ、これはその、先ほどの茂木さんのこう対応もそうですけれど、まあ、舐められてるなというふうに感じますけどね。はい。これ、慶太郎君、答えたのは幹事長の茂木さんだけど、これ決めたのは誰だって伝わってきてるの？はい。この、まあ、コロナ対策本部っていうのは、うん、政務調査会の下に置かれてるそうなんですが、うん、党関係者によると、うん、このポジションへの起用は、萩生田政調会長の下で決定され、総理や茂木幹事長ら幹部間で十分な情報共有はされてなかったと。まあ、いわゆるこう、自民党内で決まって、まあ、その後、幹部に情報が上がってきたっていうことなんですかね。岸田さんにはこのことがちゃんと伝わってなかったみたいな書き方になってるけど、うん、でも、これ、この重要ポストは萩生田さんが何かしてもこうしますねぐらいな話は総理には上がってるはずだよね。党総裁ですからね。まあ、これ別に党の流れが実際にどうだったかっていうこと以外にも、こういうふうに決定した時にはきちんと説明する、はい。言葉を持たなくちゃいけないわけですから、ねうんうんはい、まあそれにね、この萩生田さんの元で決定っていうのもね、そりゃそうだね。旧統一教会との関係が取り立たされて辞めた山際さんについて、次のポストを同じく旧統一教会との深い関係がこう取り立たされてる萩生田さんが決めるという、うん、なんだこの登場人物たちはというふうに感じざるを得ないですね。困った登場人物になってます、うん、小島さんはこれでもこれ以外でも何か意見ありますか？そうですね、うん、先ほど毎日新聞の統一、うん、旧統一教会地方政治に影、うんねえ、まあ、富山の例ですね。これ、勉強会で、こう、市首長の選挙応援、括弧、鍵括弧、反ジェンダーフリーで接近というね。うん、で、まあ、そのジェンダーフリーなんてけしからんと、いうことで、まあ、その過激な性教育をやめましょうとか、まあ、同性のね、そのパートナーシップの制度とかやめましょうとかっていうことを、まあ、こう、専門家と称する人が、こう、抗議をしたりとかですね。まあレクチャーをしたいとかですね、まあ、実際そういうことが政策にも、影響していたんだろうっていう記事ですけれども、なんかこれねどこの大学のか、修道大学、広島修道大学、後でお名前言いますけど、研究者の方の調査で、その日本の、いろんな地域でですね、まあ、自分の近所に LGBTQ の当事者の人がいたら、嫌だと思うかどうかっていう、こう、意識の調査をしたところ、北陸地域っていうのがですね、まあ、突出して嫌だと答える人が高かったっていう、こう、研究結果が出てるんですね。で、まあ、それいろんな、要因があると思うんです。もともと、こう、保守的な土地柄だったりとか、いろいろあると思うんですけれども、なんか私はそれがとても印象に残っていてですね、なんか、まあ、北陸にも当然ながら当事者の方もいらっしゃるし、まあ、それで、ふるさとに帰り、
帰れなくなっちゃってる人もいるしね。うん、でもその中で例えば金沢市がその同性パートナーシップ制度っていうのを始めたりとか、うん、いい動きも出てるんですけど、これは北陸にいる当事者の方は本当に辛いだろうなと思っていたんですよね。うん、で今回このニュースを見たときに、まあそれがどういう関係であったかわからないけれども、でも、うん、こういう形でね地方の、うん、まあ地域の中にね、うん、まあカルトの協議と非常に関係の深い形で政策が入り込んできて、うん、まあそれが人々の生活の中でね、うん、実際に誰かが、まあふるさとに帰りづらくなっちゃったり、うん、出ていかなくちゃならなくなってしまうような、うん、まあ空気を作ってしまうわけですよね。そうだね。だからもう本当にこれ日本のいろんな地域でこういうことが起きてるんじゃないかと思ってですね、ちゃんと関係を明らかにして。この問題に関しては、日本は世界から取り残されてるように遅れてる問題。そうですね。ジェンダーの問題っていうのは、うんうん、はい、この反ジェンダーフリーっていう言葉自体が非常に恣意的でですね、うんうん、はい、なんかジェンダーって言葉を使うのをやめましょうなんてことを言っていたっていうのも記事の中にありますけれども、うん、ジェンダーの表現をね、うん、こう、盛り込まないように要請したとかってありますけど、うん、ジェンダーっていうのはこれ別に社会的にこう、男の人はこういうものである、女の人はこういうものであるっていうふうに、この社会の中で、性別とはこういうものであるっていうふうにこう出来上がっている規範のことを言っているのであって、うんうん、何かジェンダーという言葉自体に、うん、こう社会に害を与えるような何かがあるわけではないんですよね。うんうん、でもいやジェンダーって言葉が良くないし、うん、ジェンダーフリーっていうのはもう男も女も全部関係ない、もう今までのその男らしさ女らしさのいいところも含めて家族のいいところも含めて全部ぶち壊すような、で子供たちに過激な性の情報を入れるような、うん、もうめちゃくちゃにするような思想なんですという印象を与えるような言い方をするわけですよね、うん、反ジェンダーフリーっていう言葉で ね、うん、でそれ知識のない人にとってみたら、あらなんか怖いわと、うん、ジェンダーってなんか悪い怖い過激なことなのねっていう印象を容易に与えてしまうっていうのが深刻だと思います。はい、慶太郎君、この問題もう一回もうちょっと分かりやすく言ってくれるかな。はい、はい、旧統一教会地方政治に影という、まあ、毎日新聞の記事なんですが、うん、同性愛は心理的障害、同性カップルの子育ては問題あり、うん、富山市議会の自民党会派が1月に開いた勉強会で講師として招かれた世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連団体の関係者が、まあ、そんな考えを示して同性パートナーシップ制度への反対を訴えたと、うん、市や富山県は制度導入を検討しているが、うん、市や県知事も就任前教団側の選挙支援を受けたとあります、うん、まあ、これ今年の1月の話なんですね、うん、まあ、富山市議会が入る庁舎の会議室で、まあ、このいわゆる勉強会というものが開かれて、うん、まあ、そこに世界平和統一家庭連合の関連団体の関係者が、まあ、いわゆる先生として、講師として講演を行ったと。まあ、その内容がこういうものだったということなんですけど、まあ、実際、市長だったりとか、そして富山県知事だったりの、まあ、選挙応援にも、この教団の関連団体が関わっていたと。一応、これ、まあ、県側の主張ではありますけど、知事はパートナーシップ制度の導入を推進しており、公約や県政に影響を与えることはないと回答したと。まあ、選挙の応援を受けましたが、このように思っているという回答をしたということですね。国政では、教団側が21年衆議院選挙で、複数の自民党候補者に政策への賛同を求める推薦確認書を提示し、同性婚に関する制度化に慎重であるべきだ、などの内容が含まれたことが発覚。地方でも教団の考えに沿った政治家を支援することで、政策への影響を与えようとした実態が浮かび上がってくるとあります。はい。これらの人となんかこう政策協定みたいなのに署名したりはしてたのというところまでは行ってないみたいですね、うん、まあ、勉強会は開かれて、うん、まあ、自民党の、まあ、近い議員の方が連れてきた先生が、まあ、こういう先生だったということですけど、うん、まあ、ちょっとなんかこう内容に問題あったよねっていう議員もいたりとか、うん、まあ、直接影響を受けたということはないというふうには書いてあるんですけど、うん、まあ、かなり接近してきていたと、うん、まあ、地方政治にこうそういう影が見えたっていう、うん、まあ、これはそういう記事になっています、まあ、でもこの記事にも書いてますけど、うん、まあ、この自民党が2005年の春に、うん、過激な性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームというのを発足させて、うん、それの座長が安倍さんだったと、うん、でこの時にこのジェンダーフリーという名のもとに過激な性教育や
家族の否定教育が行われてるして、このジェンダーっていう言葉を使わないようにしようというふうにしてたということが書かれてますけれども、まあ、先ほど小島さんがおっしゃったように、この反ジェンダーフリーっていう言い方、ジェンダーどういう考え方をするかって、これ基本的人権そのものですから、反基本的人権って言ってるようなもんなんですよね。そうですよね。先ほど私が挙げた研究ですけど、広島修道大学の川口和也教授が行った、調査ですね。その意識に関する調査です。さっきのなんて推薦確認書の話なんだけど、教団側が21年衆院選で複数の自民党候補者に政策への賛同を求める推薦確認書を掲示して、同性婚に関する制度化に慎重にあるべきだなどの内容がこの推薦確認書には含まれていたっていう話ですね。はい。はい。はい、まあ、さっき、慶太郎君が言ったけど、これに署名したかどうかっていうのはね、はい、まだ分かってないですけど。まあ、国政ではそれをまあ認めた方もいらっしゃいますけどね。はい、まあ、数十人っていうふうに今言われてるんだけど、まだその全容は分かってないわけだよね。毎日新聞は教団に富山市議や市長らとの関係について尋ねたが、関連団体を通じて回答を差し控えると答えた。回答を差し控えるってなんか近頃多いなっていうふうに俺思うんだけど、うん、差し控える理由を言ってくれないと本当ですね。意味がよくわかりませんね。さあ今日も始めましょう。大竹誠ゴールデンラジオ。はい、頭の頭の下もう引き続き、はい、よろしくお願いします。はい、竹田佐哲さんです、うん、今日は安倍元首相銃撃事件から4ヶ月国葬検証の行方と、はい、まあ、今日が11月8日なので、うん、まあ、安倍さんが銃撃されたのが7月8日なので、はい、まあ、4ヶ月が経ったということになりますが、どうですか、まあ、あってはならない事件からですね、うん、まあ、旧統一教会と政治家のつながりクローズアップされて、うん、まあ、物価高等々いろんな原因ありますけど、うん、まあ、この旧統一教会問題の対応がやっぱりずっと不十分なこともあって、支持率が下落を続けているという状況にありますが、はい、昨日からですね、この安倍元首相の国葬をめぐる検証について、うん、有識者への意見聴取というのが始まったと。うん、で、まあ、有識者の20人から30人、個別に意見を聞いて、まあ、この論点はですね、まあ、実施の手続きであるとか、うん、まあ、開催費用の妥当性とか、まあ、いろいろあるんですが、うん、まあ、誰が呼ばれてるかとかですね、うん、まあ、具体的にどんな議論をしているのかっていうのは、まあ、現時点では分からずに、うん、まあ、年内に今後どういうようなルールでやっていくかっていうのを決めるということになってるんですが、はい、松野官房長官、昨日の会見で、うん、意見の収集整理は静謐な環境で進めることが重要だと。うん、まあ、静かな環境で進めることが重要だということを言って、うん、まあ、具体的なことは明らかにしてないんですね。うん、で、年内に発表ってなると、まあ、12月10日が今のところ臨時国会閉じる予定になってますので、うん、まあ、ここの終わりまでに出せるのかとは思うんですが、まあ、現状では会期末までに一定の方向性を出すということになっていて、まあ、どうもひっそりとやりたがっているなということなんですが、うん、まあ、そもそもこの例のなかった国葬について検証して一定のルール、基準が示されるってことは必要ですけれども、やっぱり問題その前になぜ強行されたのかっていう部分はですね、やっぱりもう一度考えなくちゃいけないというふうに思うんですね。はい、で、振り返ってみると、国葬が終わった直後に行った朝日新聞の世論調査では、うん、国葬について評価しないとしたのが 59%、うん、評価するが 35%、うん、で、自民党の支持層でも評価しないっていう人が 37% いたと、うん。まあ、この終わった後で、6割近くの方たちが評価しないっていうふうに判断するっていうのは結構高い数値だと思うんですが、はい、まあ、振り返ってみると岸田さんが、まあ、安倍さん亡くなられた翌週に早々と国葬をやるというふうに決めて、まあ、国葬儀という言い方してましたけれども、うん、まあ、その後でなんでこれこうやるんですかとか、どうしてやるんですかとこう繰り返し聞かれたけれども、まあ、ここで岸田さんずっと初心に帰って丁寧に説明するということを言ったきり、まあ、ずっと説明しなかったんですね。うんうん、で、今回のこの臨時国会のもう始まった時の所信表明演説でですね、岸田さん何と言ってたかというと、国葬については国民の皆様からいただいた様々なご意見を重く受け止めて今後に生かしてまいりますというふうに言ってるんですが、まあ、これほぼ何も言ってないに等しいんですけれどもね、まあ、国葬である必要性というのはどこにもないと。で、先ほどもまあ、茂木幹事長の名前出ましたけれども、もう一回思い出してほしいんですけど、国葬が決まった直後に茂木幹事長は国民から国葬はいかがなものかという指摘があるとは認識していないというような言い方をしたりだとか、う
あの国葬の少し前に自民党の二階元幹事長は、あの欠席する人は後々反省するだろうと、で存在感を示そうと、ね、欠席して存在感を示そうと思ってるんだろうけど、あんまり賢くないなって印象づけるだけですよと、国葬終わったら反対する人たちも必ず良かったと思うはずだというふうに言ったりだとかって、つまり、まあ彼ら自身が、まあ、真剣にこう、なぜこれをやるのかっていうことを考えてもなかったし、説明もしてなかったっていうことにやっぱり立ち返んなくちゃいけないというふうに思うんですよね。あの、まあ、開催する前に岸田さんが安倍さんの国葬をやる理由として、まあ、4つ挙げてたんですが、まあ、端折って言うと、まあ、国政選挙を6回にわたって勝ち抜いて国民の信任を得て、憲政史上8年8ヶ月にわたる重責を務めたということが1点。2つ目が、東日本大震災からの復興や日本経済の再生、まあ、日米関係をまあ主導したと、平和秩序に貢献したというのがもう一つ。で、三つ目が、諸外国で様々な追悼決議とか、こう、服務の決定とか、ライトアップが始まっていると。まあ、つまり、諸外国からまあいろんな声が出てますよというのが三つ。で、四つ目が、民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死であると。いうことで、まあ、暴力に屈しないという、毅然たる姿勢を示すという4つを挙げてたんですが、やっぱりまあ、今聞いてもらうとわかるように、いずれも曖昧だったわけですよね。で、まあ、政治家として、こうやって評価がまだ定まってない人の国葬することによって、特定の政治家を過剰に評価することになるんじゃないかっていう、この懸念の声もあったわけなんですが、まあ、これについても、実際こう、国葬が始まって、まあ、終わるとですね、誰それの弔辞が感動的だったとか、まあそういうのをこう、まあメディアもですね、あまり無批判に並べていたということがあったわけなんですが、まあ結果これ国葬の費用、最初、16億6千万円だったものが、最終的には 12.4 億円になったということなんですけれども、まあその他にもいろんなこれ憲法の14条法の下の平等に反するんじゃないかとかですね、政府内閣府の設置法という閣議決定を基準としてますけれども、それは本当にそれでいいんだろうかとか、国として行うっていうふうに言ったんだけれども、内閣の一存でやりましたよねとか、まあ当時たくさんの問題が、まあ転がっていたわけなんですけれども、ここら辺がもう全て宙ぶらりになっていると。で、首相は国葬を決めるっていうのは行政権の範囲内だっていうような言い方をして、野党の声であるとか、我々有権者の声、国民の声を聞き入れようとしなかったっていうことも思い出さなくちゃいけないですよね。岸田さん、決めるの早かったよね。まあ、翌週ですよね。で翌週はまだこう、旧統一教会との、まあ、関係というんでしょうか、そういうものが、まあ、今ほどもちろん大きく明らかになってなかったので、まあ、この世の中の空気、雰囲気を見れば、これ言っても誰も反対する人はいないんじゃないかというふうに、はい、判断して、それを判断しちゃったわけですけれども。でも実際は銀の蓋が取れたように、その中から安倍さんがお亡くなりになった後に、旧統一教会との問題が、もう今日も報道されていたように、大きく、火を連れて大きくて、そしてそれと自民党のね、こうなんか、さっき言った協定、政策協定とかね、それの署名したとかしてないとか、まだこの後にも問題は残ってる話が出てきてるのに、こう早い時点で国葬を決めてしまったと。で、まあこれからどんなルールになるかわかりませんけど、基本そのお亡くなりになった後にその政治家を評価するってことになると、基本的に評価をするのってすごく難しいわけですよね。まあ、安倍さんの場合であれば、こう、亡くなられた後に、まあ、当初から言われてたけれども、旧統一教会との関係が出てきたり、まあ、彼自身が抱えてた問題、森友の問題であったり、桜を見る会の問題であったり、まあ、そういう問題たくさんあるんだけれども、結果今、終わるとですね、まあ、反対の声はたくさんあるけれども、一方では、まあ、今、書店に行けばですね、安倍さんのメモリアル写真集というようなものまで売られていて、まあ、当初のこの懸念であった特定の政治家を、こう、過剰に、評価することにつながっているのではないかっていうことも、その国葬をやったことによって、まあ、生じている可能性というのはあるわけですよね。これからまあその、やっぱり国民のその内心の自由であるとか、弔意を強制する可能性が、まあ、これからね、どういうふうに議論されるのかっていうのはわかりませんけれど、まあ、少なくとも今回の国葬の検証が必要だというふうに思うんですね。これからどういうふうにやるっていうことじゃなくて、まあその、決断とかですね、プロセスの検証が絶対やるべきだと思うんですが、まあそういうものにならずに、曖昧なルール作りにならないといいなということもあるんで、そこはやっぱりきっちり見ていかないといけないなというふうに思いますね。
まあ、岸田さんは、こう、国葬、みんな、反対する人はそんなに多くないんじゃないかな、みたいな、自分の判断で、こう、決めちゃったみたいなところがあるけど、国葬っていうのは、どういった人が、どういった時に、どんなことを材料に、こう、するのかしないのかっていう、自民党の右派、勢力との間の関係っていうものが一体歴史的にどういうものだったのか、あるいはどうしてこういう形で統一教会が日本で布教をしてこれたのか、まあ逆に言えば、旧統一教会のような極めて反社会性の高い、まあ実際にね、いろんな形で高額献金とか霊感商法とか合同結婚式っていうような形で、まあ信者の方々、あるいは信者のね、今回最近問題になってますけれども、息子さん娘さん、はい、宗教2世の人たちなんかもこういういろんな被害が出ているっていう教団が、なぜ日本でこうずっと野放しにされてきたのかっていうあたりの背景に、まあ政治の力があったのではないかっていうふうに言われていて、まあその一部を確実に裏付ける証拠っていうことで言うと、この毎日新聞の今日のスクープは、まあ大変意味のあるスクープだったなという気はしますよね。そうですね、これでまた野党がこう強く出ていくのかな。そうですね、はい、まあということもあるでしょうしね、ただね、それ以外にも毎日新聞、これその89年の時に安倍派を中心にやるんだ、こう政界工作せよみたいなことを文鮮明さんが言っていたっていうのと同時に、文鮮明さん他にもね、はい、国会議員の秘書を輩出するんだとか、体制の形成を国会内を中心としてやるんだと、はい、そのような組織体制を整えなければならないとか、で、まあ、さっきの自民党安倍派のところに関して言うと、自民党の安倍派などを中心として久保木を中心に、久保木っていうのは文鮮明、日本の統一教会の中心的な人物だった人ですけれども、はい、久保木を中心に超党派的にそうした議員たちを結成し、その数を徐々に増やしていかない、といけないと、はい、いうようなことは言ってたんですね。だから、まあ、要するにこうまさにこう今も問題になっているその国会議員、あるいは地方議員もそうですけれども、かなり秘書などがたくさん統一教会の信者あるいは関係者が入り込んでたのではないかとか、あとこの一面の下の方に書いてある、86年の衆参同日選で当選した638人のうち130人が勝共推進議員だっていう、これもへーっと、これもまあね、今まで伝えられてた話ですけれども、これがやっぱり人数としてはっきり出てくるとか、それから文鮮明氏の意思としてやっぱりこういうものをやれということを言われていて、それに基づいてっていうか、それを背景としながら、旧統一教会が日本のなんか日本の政治に対する工作、特に、自民党右派、まあ、具体的に言うと安倍派を中心に工作をしてきたと、でその結果が今になっているっていうところが明らかになった。だからこの記事読んでもやっぱり安倍晋三さんのと教団のこう関係っていうのは分かる範囲でいいから調べてほしいなと思いますよね。分かる範囲で、まさにおっしゃる通り、いやだって岸田さんもうね亡くなった、分かる範囲しかどうしようもないけれども、う、ね、どうにかねちょっと、これまあそのもうこれも報じられてますけれども、これちゃんと調べないと、要するにね、どうもこれ有田芳生さんなんかがおっしゃってるんだけれども、はい、安倍さんも官房長官の時だったかに、有田さんが安倍さんにね、統一教会とのお付き合いあるんですかみたいなことを聞いたら、いやいや、できるだけ慎重にしてますみたいなことを当時おっしゃってたっていう話もあるんですね。まあこれは有田さんのお話ですけれども、でどうもいろんな人たち、いろんなところで取材してみると、安倍さん自身も第一次政権ぐらいまでは比較的やっぱり統一教会とそれなりに慎重な付き合いをしてたのではないか、ある程度、ところがやっぱりその第一次政権がこうああいう形でこう短期間で終わってしまって、でその後自民党から民主党に政権が変わって、でさらにまた自民党にその政権を奪取する、まあ、その後安倍さんが長期一強政権を成し遂げるわけですけれども、その過程の中でやっぱりその政権奪還するために、まあ統一教会もある種使うっていうことだったのか、かなりこう意図的にこう注意してたのを、そのタガを外したんじゃないかっていうようなお話もあるんですね。だとすれば、その安倍さんもずっとこうこれほどべったりだったのかどうなのかっていうあたりのところについては多少疑問もあるので、まさに岩瀬さんおっしゃるように、そういうそのこの10年20年のこう安倍さんと統一教会の関係ですよね。特に今回その各メディアの報道で明らかになったんだけれども、
まあ、その票の差配までを、はい、安倍晋三さんご自身がどうもされてたんじゃないかということになってくると、はいはい、かなり統一教会との関係深かったということになりますので、ね、この10年20年どうだったのか、うん、でさらに言えば今回毎日新聞がそのマルスム州、うん、あの文鮮明氏の言葉集で明らかになったっていうふうに伝えている通り、もともと戦後間もない時期に岸さんとの関係っていうのがどういうふうに始まったのか、でこの文鮮明氏がこう言ったように安倍派中心ということであれば安倍派との関係というのはどうだったのか、うん、はい、っていうようなことをきちんと調べることがやっぱりこうそれ以外にもね、さっき申し上げたように、うん、宗教2世であるとか高額献金であるとかこう霊感商法というものをどうやって抑え込むのか、はい、あるいは宗教2世をどうやって救うのかと、うんうん、いうことも含めてですけれども、はい、その歴史的な部分というのはきちんとやっぱり調べていく必要がある。でここに来てね、ちょっとさすがにこうまあ、ワイドショーもそうですけれども新聞もねネタ切れ感があってあまり新しい情報が出てこないようなところもあるんですけれども、はい、でもやっぱりちょっとこのままあそうですかってあの見過ごしてしまうわけにはいかないの で、 そ う、 で、ね、そういう意味でもそういう意味でも今日の毎日新聞の朝刊の記事っていうのは非常に意義があったのかなというふうには気がしますけれどもね。そうですね、うん、まあ、ちょっとだけ、まあ、次パート2 7時42分頃からになりますけれども、うん、あとは週末ねからものすごい勢いでミサイルが撃たれてるじゃないですか、うん、北朝鮮のね、北朝鮮、はいはいはい、これもやっぱりかなり嫌な話ですね。嫌な動きですね、ええ、でそれに対して我々はどうするべきなのかっていうことについては、うん、じゃあちょっと後半で私の考えみたいなものもうちょっと1分ぐらい喋りましょうよ。あ、どうぞ。いいんですか、ええ、あ、そうですか、ええ、いや、まあ、これ北朝鮮が、ええ、まあ、かなりこう緊張感を強めているとも言えるんですけれども、ええ、はい、これ北朝鮮の立場になってみると、その韓国とアメリカ軍が報じられている通り合同軍事演習やってるわけですね、はい、で北朝鮮にしてみればですよ、あえて北朝鮮側の立場に立てば、その、まあ、そもそもがこう民族分断されている準戦時国家であると同時に、はい、目の前で世界最強の軍隊が、うん、まあ、その結構映像を見ると激しいですね。激しくやってるわけですよね、でそれに対してこうなんか対抗しなくちゃっていう、うん、まあ、北朝鮮にしてみれば脅威に対して、向こうにしてみれば挑発されたからこっちも挑発してんだっていう話になるんでしょう、はい、でそれを別に正当化するつもりはないんだけれども、それに対してちょっと危ないのが、その今の韓国のユン・ソンによる政権、はい、まあ、イテウォンの事故などでちょっと政権が揺れてますけれども、こちらもただそれに対して強硬には強硬だっていうことで、うん、その軍事演習を延長したりとか、あるいはそのミサイルを撃たれたらミサイルを撃ち返っていう、さっき申し上げたように世界最強最大最強の、うん、まあ、こう軍事力を持つ国 と対峙してるわけです、アメリカっていうのはね、うん、そうしてみると北朝鮮にしてみればどうやって自分たちの国、うん、あるいは自分たちの体制を守るのかっていうことを考えたときに、まともな軍事力で勝てるわけがないと、はい、そうなってくると、まあ、そのヒンジャの最強兵器って言っちゃうと、ちょっとその核兵器ってものに対してのなんかこう嫌なこう誤解が広がりそうですけれども、その核ミサイルを持つと、そのアメリカも攻撃できる核ミサイルを持つことが自分たちの体制を守る一番リーズナブルな方法っていうことにもなるし、逆に言えばそれをカードにしながらアメリカとこう自分たちの体制をどうやって守るのかということも含めて交渉するためのカードにもなる、うん、ディールのための材料にもなるということ で、 で、ね、必死になってミサイルと核実験、うん、核兵器の開発を進めていると、うん、今 ね、 ううですね、あの年末に向けて日本でも防衛費増強しようって、うん、あの増やそうって言ってますよね。でそれは、まあ、そうやって抑止力になるって言われてるけども、北朝鮮の立場に立ってみると核を作ることが彼らの抑止力になると信じてやってるんですもんね。だからね、これちょっと皮肉な言い方ですけれども、日本はそのこの年内にこう防衛三文書、防衛大綱と、はい、も含めた防衛安全保障に関する3つの文書があるんですけど、はい、その文書の取りまとめ作業を今やっていて、はい、でそこに敵基地攻撃能力っていうものを書くんだということで、はいはい、今政権と与党は調整してるんですね、はい、でさらに言えばもうそれを今名前が変わりましたよね、与党は反撃能力でしたっけ、まあ、敵基地攻撃能力でいいんですでそれを先取りする形で、はい、これも各メディアがもう報じてますけれども、トマホークミサイル、アメリカが持っているその巡航ミサイルも買うんだと言ってるわけです。これ、射程が2500キロとも言われているんですけれども、これを導入したら朝鮮半島全土はもちろんですけれども、北朝鮮ももちろんですけれども、中国の主要都市もその射程圏内に入る、うん、だから戦後日本がずっと堅持をしてきた専守防衛っていう、はい、そのこう安全保障のこう、はい、
国税っていうか教示っていうものを、はい、まあ、ある種根幹から投げ捨ててっていうことになるわけですね、うん、でただそのでただでさえね、はい、日本の防衛支出っていうのは世界で今何位だかっていうと、はい、もう9位なんですよ、はい、世界9位の、まあ、ある種軍事大国とも言えるんですけれども、これを防衛費を今倍増しようとも言っていて、倍増するとこれ3位になるんですね、はい、世界3位、アメリカ中国に次ぐ日本が防衛支出の多い国ってことになるんですね、うん、でこれ考えなきゃいけないのは、はい、そのまあ、こう北朝鮮がこういう形で挑発してくるからそれに対応するっていう名目ではあるんだけれども、日本も別に金が無尽蔵にあるわけではないわけですよね、はい、それどころかもうその国の借金が1000兆円っていう、まあ、超世界最大のそういう意味では借金国家になっちゃっている状況の中で、はい、うん、どこに一体お金を使うんですかっていうのを考えたときに、例えば教育とかね、はい、子育てとかっていうようなものに支出している金額っていうのは OECD 先進国クラブって言われている OECD の各国の加盟国の平均よりも低いんですよ。そうなんです、低いんです、平均以下なんですね。で一方で軍事に関してはもうすでに9位でこれを3位にするのかとか、うん、そうですね、トマホークまで持って敵基地攻撃能力を持つのか、うん、でさっき言った通り敵基地攻撃能力だって、うん、そのね、これ先に攻撃しちゃったら、ええ、これ先制攻撃で、ええ、まあ、もちろんそのアウトですよね、アウトですよ、ええ、あの国際法違反ですから、ええ、で北あの例えば北だったら北がミサイルを撃つってことが分かったときにそこを攻撃するんだって言うんだけど、うん、そんな基地どその兆候をどうやって掴むんですかとか、うん、その基地どこにあるのか分かってるんですかとかっていうことも含めて言うと、ちょっとある種現実性がないようなそのこう構想でもあるんですね、はい、でそんなことにお金使うのか他のところに使うのか、うん、で最初に申し上げたある意味で皮肉だって申し上げたのは、北朝鮮という国は自分たちの体制を守る、まあ、ある意味で独裁体制ですよね、はい、世襲独裁体制を守るために人々が非常にその食うものもなくて苦しんでいる状況の中で、ミサイル全部で最近で80発でしょ、そうそう、こんなお金あるんだっていうのが、いやいや、だからこんなことに金使うんだったら、飢えてるためにその食料とか人々の生活をっていうのが普通のまともな感覚だけれども、ね、北朝鮮っていう独裁国家は、いやいやいや、体制守るために ICBM だ、核実験だ、核ミサイルだってやってるわけですね、はい、でも皮肉っていうのは今日本がやろうとしていることって、まあ、それと同じとは言わないけど、基本的には総じ系だろうと、はいはい、つまり少子化が止まらない、物価高、その円安物価高で人々の庶民たちの、うん、庶民の生活は苦しくなっているっていうような状況の中で、さあさあお金何に使うんですかっていう時に、やっぱり教育でしょう、子育てでしょうっていうようなところに金行かないで、ね、ただでさえ9位のこう防衛予算を3位にしましょう、トマホークを持ちましょうっていうのは、まあ、ある意味で北朝鮮と同じようなことをしてるんじゃないですかっていうふうに少し冷静になって考える。そうすると確かに今回北朝鮮がミサイルをこう乱発をして、こう非常に緊張が高まっていて、これは危うい、それは危ういんですよ、はい、特に危ういのは北朝鮮がミサイルを発射しているだけじゃなくて、そのミサイルを発射している北朝鮮と緊張を高めないため、エスカレート自体をエスカレートさせないための対話の窓口って今ないんですよ。要するに一つにはその国連の安全保障理事会が、今回もそうでしたけれども北朝鮮がミサイル発射したことに対して非難決議しようとしても、中国やロシアが反対をして対応できない、つまり安保理が例のロシアのウクライナ侵攻などでほぼ機能停止になっちゃってる、麻痺状態になっちゃってる。でしかも日米韓の連携っていうんだけれども、まあ、特に日本と韓国の関係はあまりよろしくなくて、はい、今一生懸命、あ、でもこれ麻生さんがこの間言ったから言ったっていう、ね、ちょっと変わるんですかね。これだからアメリカに多分言われてるんじゃないかなと思うんですけれども、いい加減にしろっていうようなことで、アメリカとしてはなぜ日本と韓国が仲が悪いのかって、とかこんな歴史問題なんかで、まあ、あえて言えばアメリカにしてみれば、いつまで歴史問題でぐじゃぐじゃ言ってんだと、北朝鮮こんな大変なのにお前ら何やってるんだっていうのが、それはアメリカの感覚ですよね、だから分かんない、アメリカに言われたのか、あるいはユン・ソンニョル政権が秋波を送ってきてるので、はい、それに応えようっていう岸田政権の判断なのか分かんないですけども、麻生さんが言って日韓関係立て直そうっていうのは僕はいいことだと思うんだけれども、ただ日米韓もなかなか連携がうまくいかない、でしかもアメリカは間もなくですけれども8日に中間選挙がやると、だからそれどころじゃないんですね、正直。だからロシアによる、だからウクライナ支援とかもあるし、中間選挙もあるし、インフレひどいしってことで、アメリカはちょっと北のことをあまり構ってるほどの余裕がない。そうですね、バイデンさんにしてみたらね、今やトランプさんが出てくるっていうことの脅威の方が強いでしょうからね、っていうような状況の中で、日米韓もなかなか連携できない、しかもユン・ソンニョル政権は北が
挑発したら、はい、韓国もそれに応えるんだみたいな感じで挑発をお互いにこう繰り返すと、そうなってくると、今この挑発の応酬を、エスカレートを押しとどめるような、あるいは北朝鮮側と何かこう交渉するようなこうモメンタムというか、こう動きが一つもないんですよ。そうなってきちゃうと、どん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 エスカレートしかねない。で、そこの中で偶発的な衝突が起きたりとかっていうことも起きかねないですね。この間南の方にちょっと入っちゃって、韓国軍が怒って報復したじゃないですか。ミサイル、北朝鮮のミサイルが北方限界線っていう、韓国が主張をしている海の、その南北、線があるんですね。それの南側に北朝鮮がミサイル撃ってきたって言って、これは意図的だったんですか、ね、意図的でしょう。北朝鮮はやっぱり挑発してるんでしょう。それは明らかに。で、それに対してまた韓国もそれに応じるというようなこともやっているし、あるいは、その今、米韓は空軍の合同軍事演習やってるんですけれども、北朝鮮はそれにまあ多分対抗してってことなんでしょうけど、戦闘機をバンバン飛ばしていて、それに対してまた韓国側が戦闘機を飛ばすっていうことも起きているので、本当に偶発的なことが起きてしまいかねないんですね。で、そうなっちゃうと本当に大変なことになるので、さあどうするかっていう時に、まあじゃあ百歩譲って言えば日本側も防衛能力を高めましょうっていうのはひょっとしても一つの対抗準備としては必要なのかもしれないけど、さっき言った通りそんなことやっててお金があるんですかってこともあるし、交渉だったりとか事態をエスカレートするしないさせないための窓口がない状況。今年9月の家計調査によりますと、2人以上世帯の1世帯当たりの消費支出は28万999円で4ヶ月連続で増加しました。そして火曜クリエイティブ、今日のピックアップニュースはこちらです。11年間で 12.1 兆円、原発事故費用が判明。東京電力福島第一原発事故後の11年間で、賠償や廃炉作業などの事故の対応にかかった費用がおよそ 12.1 兆円に上ることが、朝日新聞の会計検査院への取材で判明しました。政府は事故の対応費用を総額 21.5 兆円と見込んでいますが、廃炉作業が難航し、賠償額も拡大する懸念があります。今回の記事を参考に、いろんな費用の内訳を見ていきますと、まず被災者の皆さんへの賠償の額が7兆1472億円、除染関係が2兆9954億円、中間貯蔵施設関連が2682億円、あとは廃炉作業、汚染水の対策が1兆7019億円、処理水などの対策にこれくらいかかったということなんですね。そうですね。だから政府のこれまで想定していた、まあ、福島第一原発事故を最終的に収拾するのに21兆円、ちょっとくらいかかるんじゃないかって言ってたんだけれども、11年でもうすでに半分以上、12兆円以上使ってしまったということなんですけれども、これ朝日新聞が今日一面のトップで記事を報じていて、まあ我々こうやっぱりここから何をこう考えるのかっていうことですよね。でちょっと冷静になって考えてみると、そのこれ被災者への賠償が7兆1000億円っていうんですけれども、まだ福島県内では、まあ、内外県内外に被災者避難者っていうのがまあ3万人以上ですよまだいると。おそらくこのね、番組に聞いてくださるか、くださってる方の中にもまだ避難してるんだ、避難生活してるんだっていう方いらっしゃると思うんですけれども、そういう状況で考えることを考えたりとか、あるいはそれからまだ日々、その、いわゆる汚染水、その、こう、溶け落ちたデブリなどを冷やしている汚染水が増えていて、それをその、福島に、まあ、こう、処理した上でね、福島の海に流すんだっていうような計画も今進めている。まあ、これ漁業者なんかは非常に反発してますけれども、それもまだ、これからいろいろな被害が出かねないっていう状況。で、何よりも、このデブリ、溶け落ちたデブリっていうのが、確か800トンだったかな、まあ、相当な量に上っていて、未だ、どういう状況になっていて、どうやって取り出すのかっていうことすら目処がついていないっていうことなわけですよね。で、まあ30年かかるのか40年かかるのか、これあんまり軽々なこと言えないんですけれども、本当にデブリって取り出せるのと。まあ場合によってはですよ、場合によっては、こうチェルノビリのようにね、最終的にこう石棺のような形すら検討しなくちゃいけないのではないかって言われるくらい、全くそのデブリの取り出し方すら、目処が立っていない状況で11年で12兆を使っちゃったっていうことになってくると、当然のこととして政府想定の21兆で済む
とは思えないですよね、うん、っていうことを考えるとやっぱり原発っていうものが、まあ、安全でクリーンでコストが安いんだなんて言ってきたんだけれども、クリーンでもない、まあ、当然ながらこの廃棄物っていうのがこれからまだね処理場すら決まってない状況なのでクリーンでももちろんない、それから安全でもなくって、ひとたび事故を起こすとこんなに金がかかる、つまりコストが安いってこともないっていうようなことを我々ちょっともう少しこうついつい日々のね生活の中でなんか忘れがちになってしまうんだけれども、もっと深刻に考えるべきじゃないかなっていうようなことをこう突きつけられるニュースだったなという気はしますよね。うん、いろんなこうリスクと知りながら使っていたって感覚がねなかったですし、まあ、もともとね、予見するのは難しいことなのかなとも思いますけれども、まあ、これだけね、いろんなお金が使われているっていうことなんでしょう、バービーさん。うん。こうやって、なんか私たちはリスクに気づくことができたわけだから、なんか同じ過ちはあまり繰り返したくないですよね。そうなんですよね。本当に同じ過ちを繰り返しちゃいけないし、まだこの事故って、だから現在進行形っていうことですよね。アンダーコントロールって、ね、かつて、総理が、元総理がおっしゃいましたけれども、全然アンダーコントロールでもないっていう状況で、現在進行形であるっていうこと、それから同じことを繰り返しちゃいけないっていう中で、ちょっと僕、今日コラムのコーナーでも取り上げようと思うんですけれども、今、岸田政権は原発を再稼働しようだけではなくて、新増設しようとまで言い出しているんで、しかも、今日同じ朝日新聞の一面に、ちょっとこれも原発関係で非常に気になるニュースが載っているので、そのことも含めてちょっとコラムのコーナーでじっくりまた考えてみたいと思うんで、ぜひよろしくお願いします。放課後ヘッドラインでした。 FM916 AM1134 文化放送、西川彩乃おいでよクリエイティブ、青木治の話しておきたいこと。ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。今ピックアップニュースでも取り上げましたけれども、原子力発電所の問題、原則40年最長60年としている原子力発電所の運転期間のことについてですね。そうなんですね。新聞って、まあ、今ニュースなんかはね、デジタル のこう端末上で見る人多いと思うんですけれども、新聞の紙面っていうのはなんかこうその新聞であるがゆえになんかこうメッセージ性みたいなのがあるなっていうのが今日の朝日新聞の紙面見てて僕も改めて感じたんですけれども、一面トップに載ったのは先ほど伝えさせていただいたその原発事故の対策費処理費っていうのがもうすでにこう政府想定の21兆円の半分以上に上る12兆円に上っているっていうことが会計検査院への取材、朝日の取材で分かったっていうニュースが一面トップに載っていて、そのいわゆる左肩っていうんですけどね、一面のその横に、左の横にもう一個原発関連のニュースが出てるんですけれども、これが今西川さんがちょっと解説して読んでくださいましたけれども、原発停止中っていうのは運転期間外にしようじゃないかっていうようなことを、経済産業省がどうも検討していると。これどういうことかっていうと、その原発の運転期間っていうのはその福島第一原発の事故を受けて、まあ、原子炉等規制法っていうのがこう改正されたんですね。でこれ一つのそのこう福島第一原発の教訓として、やっぱり老朽化した原発っていうのは事故のリスクも高まるので、ある程度こう原発の運転期間っていうのをこう制限しようということで、原則40年ね、にしようと。で、最長、まあ、20年延長できるんだけれども、原則としては40年にしようよねっていうのが、まあ、これ、法律が改正されて、そういうふうに位置づけられたんですね。で、これは、繰り返しますけれども、福島第一原発事故の、まあ、一つの教訓ですよね、として取り入れられたんだけれども、これ、その岸田政権は、この8月ですけれども、この運転期間を延ばそうというふうに検討せよというふうに言ったと。で、しかも、この原発を運転していない時は、これはその運転期間に入れなくてもいいですよということも検討するってことは、場合によってはさらに伸びるんじゃないのかっていうことなんですよね。つまり福島第一原発の事故っていうのは、改めて僕が言うまでもなく、これ世界で、まあ世界でってことは人類が経験した最悪クラス、まあチェルノブイリ原発の事故の後と並ぶ世界人類史上最悪クラスの事故だったんだけれども、その教訓をどうもここに来て、骨抜きにしていこうっていうのに等しいのではないかっていう批判がある。で、しかも岸田政権、これどこまで実現可能性があるのかどうかは別として、いわゆる新型炉なんかも含めたものの新増設、新設とか増設もしようじゃないか
っていうようなことを言ってるんですよね。で、これね、まあ冷静になって考えてみると、今、ロシアによるウクライナ侵攻などで、世界中で、まあヨーロッパもそうですけれども、世界中でエネルギーをどうするのか足りないじゃないか、あるいは、その他の代替手段なんかでこう集めてくると、その燃料費なんかがかかって、こうエネルギー価格が高騰するんじゃないか、日本でもね電気代とかガス代がこう上がるんじゃないかっていうようなことで、それに対する対策っていうのを政府はやってるんですけれども、確かにそういう状況もある。それから今度エジプトでその COP27 地球環境問題を話し合う世界的な会議、枠組み会議が始まってる。だから温暖化対策ってものをどう進めていくのかっていうあたりも知恵を絞らなくちゃいけないっていう難しい事情はあるんだけれども、しかしそのまだ処理も終わっていないっていうか、処理の目処すら立っていない現在進行形の原発事故、あるいは3万人以上の人が避難している福島の状況を知り目に、その教訓を次々に外してこう原発を増やす、あるいは再稼働する、あるいはこう運転期間をほぼこうなんていうのかな、制限をなくしていくっていうようなことをして、果たしていいんだろうかっていうのは、僕らはこう本当に真剣に考えなきゃいけない課題だろうなというふうに思うんですよね。それを今日朝日新聞が一面でね、この二つの記事を並べたことによって、こう非常にその二つの記事はもちろん直接的な関係があるわけではないんだけれども、すごくこう考えさせられる紙面だったなっていうふうに僕は思ったんですけどね。また原発の賛成反対に対する議論ってこう落ち着いてきているなっていう印象もありますよね。落ち着いてきてますかね。どうなんですか。確かになんかあまり活発な議論ではなくなってるような感じがしてきて、さらにこのなんか去年ぐらいから節電要請がかかったりとかする中で、ちょっとずつ考え方が動いてきている人も増えてるんじゃないかなっていう印象はありますね。あるでしょうね。ただ繰り返しますけれども、福島ではまだ3万人以上の人が避難生活を強いられていて、でさっきも言いましたけれども、その福島第一原発を最終的にどう処理するのか、その配慮処理が果たしてできるのか、場合によってはあそこにそのずっと置きっぱなしにするような形しかできないんじゃないかっていう可能性もある。でこれはもうその事故の前から言われてた話ですけれども、要するにこう高レベルの放射性廃棄物ってものを常に生み出さざるを得ないっていう原子力発電っていうものの宿命があって、その処理場すら目処すら立っていないっていうことになってくると、まあ我々の世代がこうまあある意味快適な生活をするために、そのツケをこれは将来につけ回している。これは福島第一原発の事故を関係なく、こう膨大なツケを後世につけ回していくっていうことで、果たして我々はいいのだろうかって、例えば50年後100年後の我々のこう子孫がね、一体この時代の人たち何考えてたのっていうようなことに間違いなくなるでしょ。それでいいのか。だからこう原発に対する反対論賛成論みたいなものが落ち着いてきたっていうのは、確かにマビさんや西川さんおっしゃるのはそういう傾向っていうのは強まってるんだけれども、でもそれでいいのと、まずいんじゃないのっていうような気持ちは常に持ち続けなくちゃいけないし、ここに来て政権が急にその原発を新増設しようとか、再稼働をもっと進めようとか、挙句の果てにはこう運転のその期間をもっと伸ばそうじゃないのっていうふうに出てきたのは、ロシアによるウクライナ侵攻などに伴うエネルギー危機っていう状況に加えて、そういうこう世論の雰囲気ってものを読んで、こうそういうこうなんていうのかな、こう動きに出てきているとも言えるわけですよね。で、福島の人たちにしてみれば、何忘れてんだよっていう思いでしょうし、我々そういうとなんていうか、ちょっと落ち着いてきたような状況でいいのっていうことは、考えるべきでしょう。やっぱりね。これじゃあその新増設したりとか、この期間を延ばそうというふうな感じに今動きが流れているのは、各家庭のエネルギーコスト量も上がってきてるしとか、そういうこともこう政府側は言ってるってことなんですか。その僕の見ているところでは、そのやっぱりね、原発をこうなくしたくないんですよ、基本的に。本音で言うと。そうそうそう。特にこの運転期間の延長っていうのは、このまんま新増設もできない、それからまあ再稼働も新しいそのこう規制基準で、厳しい規制基準で再稼働をしていくと、
再稼働にも限界があると。でしかも40年っていうこう処理を切られちゃうと、このままいくと10年後20年後あるいは30年後原発なくなっちゃうでしょうと。でそれは絶対に嫌だよねと。で特に電力会社なんていうのは今経営が非常に厳しいので、うん、もう実際に持っている原発を動かせるか動かせないかっていうのが、まあある意味でこう経営上の要請になってくる。動かせれば経営にとってはいい。まあ、電力会社の理屈だったらそうですよね。だって実際にもう持ってる機械を動かせないよりは動かせた方がいいでしょっていう理屈になっちゃう。つまり、その、こう、まあある意味で古い、その、こう、既得権益だったりっていうようなものにしがみつく電力会社、経済産業省みたいなものが、マビさんがおっしゃるように今のエネルギー状態なんかをある種人質に取りながら、なんかこう、それでいいの？動かさないと大変だよっていうふうに、なんか脅してきてるっていうのが僕は実態に近いのかなっていう気はしますけれどもね、うん、だからこそ他の方法とか、うん、マインドコントロールによる悪質な献金の規制などを盛り込むよう求めていて、こうした点が法案に盛り込まれるかも焦点となります。一方、旧統一教会をめぐる質問権の行使について基本的な考え方などを検討する2回目の専門家会議が開かれ、質問権行使のための基準案について議論。基準案は専門家会議で正式決定するか判断され、決定されれば年内の質問権の行使に向けて準備を進めていくことになります。また旧統一教会に関する被害相談の電話窓口について葉梨法務大臣は来週14日から法テラスで引き継ぐことを明らかにしました。貸付金不記載問題、寺田大臣は関与や責任を否定。寺田総務大臣が関係する政治団体からの貸付金600万円が政治資金収支報告書に記載されていなかったと週刊文春のニュースサイトが報道したことについて、寺田大臣は今日自身の関与や責任を否定しました。衆議院の政治倫理公職選挙法改正特別委員会に出席した寺田大臣は、調べるので時間が欲しいと述べた一方、記載内容についてチェックする立場にないと説明。また立憲民主党の後藤祐一議員は、政治資金収支報告書の記載の訂正回数を問うと、寺田大臣は4回訂正したと認めました。さらに後藤議員はもうこれ以上ないかと追及すると、寺田大臣は見ていないので確約できないと述べました。また今後についてはしっかり職責を果たしてまいりたいと述べ、辞任を否定しました。それでは、先ほどのやり取りですね、寺田大臣が野党による追及を受けています。それは、まあ、貸付金など政治資金収支報告書、まあ、これの記載漏れがあったということなんですね、はい、でこの件だけではなく、まあ、様々なその事務手続きというものを、まあ、おろそかにしているのではないか、まあ、そうしたのことというものも、まあ、追及されているという状況にありました。それでは、立憲民主党の後藤祐一議員と、寺田総務大臣とのやり取りを聞いてください。資料をご覧ください。寺田稔呉後援会の収支報告書によれば、これ平成23年のものですが、寺田稔議員本人から600万円の借り入れ金があります。まあ、こういった捜査自体はよくあることですね。お金足りなくなった場合に、議員からお金を貸し付けるということはあることなんですが、なので、この平成23年の年末における、これは残高、借り入れ金の残高600万円、これ正しいですね。で、ところが6ページ目ご覧ください。翌年、平成24年、新たに寺田稔議員から1000万円のさらなる借り入れをしているわけです。そうしますと、借り入れ金残高は1600万円になるはずなのですが、平成24年の6ページ目の下のところですね、資産の内訳の中における借り入れ金残高は1000万円となっていて、これは1600万円になってないとおかしいはずですが、大臣、これおかしくないですか？この支出の中には、その600万円の返済という支出はありません。この平成24年の収支報告書、間違ってませんか？寺田総務大臣。返済をいただいたことは私も明確に覚えておりますので、今、先ほども申したとおりですね、この当時のこの収支報告書の作成につき、ですね、その経緯等について、
この確認中でございますが、私に対する600万円の返済なされておりますので、当然それは記載すべきものであるというふうに思っております。ちょっと今確認をしているところでございます。委員長、後藤雄一君。おかしいですね。この平成24年の呉後援会は翌年への繰越額が47万5352円、つまりここに600万円の返済という記述が支出として存在しない。600万円の返済をしないでも残高が47万5352円しかないのに、なんでここからプラスで600万円返せるんですか。今おっしゃるような現有残高で600万円の返済もちろんできないわけでございますので、また返済をいただいたという事実もありますので、一定のこの寄付のですね、記載があったものと、今その点も含めて確認をさせております。確認させてください。委員長、後藤雄一君。そうするとその寄付についても未記載ということですか。もし寄付が本当にあったということであればですね、これは、今調べ中でありますけど、それ記載すべきだと思います。大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣が間違えることあるかもしれませんが、間違いを嘘で塗り固めるのまずいですよ。大臣、47万円しか残金がないのに返せるわけないじゃないですか。返済をいただいたという事実は明確にございますので、その点について確認をさせていただき、必要が生ずれば、提訴しなければならないと思います。ちょっと確認中でございますので、お待ちいただければと思います。はい、というわけで国会、立憲民主党の後藤雄一議員と寺田総務大臣とのやり取りを聞いていただきました。はい、まず第一としては、この総務大臣という役職にありながら、収支報告書というものに対するずさんな管理があったのではないかという、軽度の軽度というか、第一歩目の論点というのがあるわけですよね。で、もう一つは、計算などをすると、当然ながら一旦貸し付けた金額というものを返してもらうためにお金が足りないにもかかわらず、計算が合わないような仕方で、返してもらったというのは報告になっている。でもその報告の記録は残ってないということになるわけですね。そうすると、これが、ある種意図的なものなのであれば、そのお金を、実際ないにもかかわらず、そして、記載した面もないにもかかわらず、一旦貸したものを今度は無記載で自分のポケットに入れる。だけれども、それは貸したままということに なる扱いになるので、そこに対しては、例えば税収上の問題とか様々な問題が、すり抜けてしまう可能性もあるわけですよね。そのあたりについては、今、寺田総務大臣はまずは調べて答えますというふうに、述べているわけですけれども、その実態がどうなのかということが、まだこれから問われてくるということになります。また、その他ね、当然ながら、寄付のあり方とか、会費計算のあり方とか、あとはその、事務担当の人が誰がついているのかとか、そうしたものについてもいろいろと、書類の不備というものが指摘され続けている。それが今の寺田大臣ということになっているので、それが今度は適格かどうか、適任かどうか、適任でないならば、今度は任命責任。岸田総理にあるわけですけれども、それをどう果たすのか、そこまで追及は行くのかどうかというのが今後の展開の一つですね。さて、一方で今、旧統一教会の問題議論されています。はい、今の被害者救済のための、立法をどうするのか、これが一つの論点になってますね。うん、で、もう一つは、例えば児童虐待防止法、こうしたもので日政被害などをどう対していくのか、これも重要な論点になっています。あとは宗教法人法とかそうしたものなどによって、いろんな問題団体というものをどう位置づけていくのか、これはまた議論となっていますね。例えば昨日も国会の野党ヒアリングの中で、エホバの証人の2世3世の方などが声を上げて、はい、集団として虐待を推奨するような行為について、事実関係を把握をした上で対処をしてほしいというような、そうしたようなことについても述べていたりしました。そうでした。そうしますと、現行法の解釈の中での、反社会的行為、これのその刑法に、引っかかるような団体ということになるわけですけれども、虐待を集団として推奨する行為というものを、今後、例えば刑罰の対象にするのかどうか、そうしたような新しいまた別の論点というのも出てくるはずなんですよね。はい、通常虐待というのは親から子供への虐待が想定されているが、集団が特定の親たちにこういった虐待がいいですよっていうふうに推奨する言葉は果たして問題ないのか、いや問題あると思います。ありますね。じゃあどういうふうに網をかけていくのか、そこが一つの論点となると思うんですね。一方で、はい、完全にスルーされ続けている論点というのがありまして、それが安倍元首相と、それから旧統一教会との関係なんですね。うん、この点については今大変話題となっているスクープが連日毎日新聞の一面トップに載っています。はい、11月7日、つまり昨日の朝刊、タイトルはこうなっています。一面トップ。文鮮明氏、安倍派中心に89年発言録で判明。旧統一教会が政界工作というタイトルになっています。で、2面にもこれ記事が続いていまして、国会内、教会作る。
秘書排出地方にも、こうした見出しが踊っています。要は明らかに意図的に安倍派を中心にした政界工作というものを作っていきましょう、やっていきましょうということが、旧統一教会のトップ、創始者が発言録の中で、意図的にそうした発信を行っていて、政界工作というものを行っていて、しかもそれが、秘書を送るとか、地方に対していろいろアプローチをするとか、そうしたようなことにも、及んでいたよということが紹介されていたんですね。今日の毎日新聞の一面トップはこうでした。安倍氏側近と会え、文政明氏2006年に指示、首相就任直後という記事で、実際に、安倍元首相の国会事務所と見られる場所で記念写真に収められているその写真というものが、紹介されていて、実際に会った痕跡というものが、出てくるということになるわけです。で、これもまた社会面の方にも記事が続いてまして、旧統一教会地方政治に影ということで、例えば勉強会で旧統一教会関係者が、講師をしたりして、そのことによって、いろんな条例に対する働きかけをしてくる。例えば富山のケースですと、今から申し上げるのは私はヘイトスピーチだと思うんですが、同性愛は心理的障害、同性カップルの子育ては問題あり、そうしたような仕方で、様々な同性パートナーシップに対して、ブレーキをかけるような役割というものを、各地方議会などで果たしてきた。あるいは例えばその、家庭支援などを歌うような仕方で、あるべき家族観というものを押し付けていくような、そうした条例案というものも、プッシュをしていくという。そんな動きも示していたのではないか、ということがされるわけですね。そうすると、こうした関わりの検証というのが、応援に来てもらいましたとか、一緒に写真撮りましたとか、講演会に行きましたとか、挨拶しましたとか、そうしたレベルの追求ではなくて、構造的な追求も必要となってくるんですよね。で、当然、個別の関与の追求は、構造的関係があるかどうかを知るための第一歩としてあるのであって、それが単なる仲良くしてたかどうかっていう、その政治スキャンダルとして称されるものではないんです。政党に対して意識的に食い込もうとしたという、そうした痕跡が、教団側の動きから示される中で、自民党の地方議会も含めたいろんな影響はどうだったのか、あるいは現在の各国会議員との関係だけではなくて、過去の、それは亡くなった方も含めます。要は安倍さんも含めます。そうした方との関係がどうだったのか、これらの検証というのが必要になるんですね。ここは自民党やりたがらないんですよ。絶対にやりたがらない。なぜならば、広がっていくと、根っこの部分でいろんなところでの関わりがあったのではないかということで焦点を当てられてしまう。そしてその関係性を否定できない場面というのは、いくつかの地方自治体の条例とか、あるいはその性教育部バッシングとか、いろんなところでのリンクというのが、見え隠れしてしまうことにつながるわけですよね。なので、そこについては手を突っ込みたくない自民党と、しかしながらまだまだ追及がなされていないような、そうしたような状況というものが残っている。ここの追及というのは、もうマスト。必須だと思うので、その点というのもね、引き続き国会でも、そしてメディアの報道でも、継続が必要なのかなと思います。です。火曜日の担当は、独協大学特任教授で、コラムニスト、深澤真紀さんです。こんにちは。ちょっと今、大竹さんと別の話ですけど、今ね、ちょっとアメリカ大統領、中間選挙の話にね、今なってましたけど、今日もとても重要なテーマです。そうですね、朝鮮人虐殺を扱う作品を、東京都人権部が上映禁止、背景には、小池知事の追悼文問題というのが今日のテーマです。はい、もう私本当に、今年本当に上位に来るぐらいショックなニュースだったんですけれども、このコーナーでも2017年に取り上げたニュースなんですが、東京都の小池都知事が、関東大震災の朝鮮人被害に対して、追悼文を送らなかった。これ6年間は送ってないんですが、これがさらに、大きな問題を起こしている。で、今回も参考記事を番組と私のツイッターで紹介しています。かなり詳しい内容は、その記事を読んでいただいた方がいいんですけれども、で、改めて振り返ると、関東大震災、大正12年、1923年9月1日。つまりね、来年100周年なんです。ということは、国もともすごくいろんなイベントをやると思うんですね。そういう中で東京都が、そして小池都知事が朝鮮人虐殺ということについて問題視していない中で、どういう記念式典をやるんだろうと思うんですけれども、そもそもね、死者行方不明者が10万5000人。そして民間の自警団によって多くの朝鮮の方、あるいはその中国や日本の人も、殺されている。で、そもそも1910年、明治43年に日韓併合があって、韓国の人も日本人だったわけですね。そういう中で、殺されて、これも教科書にも載っているような、事実なわけです。で、墨田区の都立横網町公園に、
1973年に朝鮮人犠牲者追悼碑が建立されてから、毎年9月1日に市民団体が朝鮮人犠牲者追悼式を行っていて、歴代石原都知事も、猪瀬都知事も、増添都知事もきちんと追悼文を送ってきました。ところが小池さんはですね、2016年に就任したその年には追悼文を送っていたのですが、その年の2017年に翌年にですね、都議会で当時の自民党の古賀都議、この方が朝鮮人犠牲者追悼碑に6000人余りの朝鮮人が犠牲になったと書かれているけれども、人数が多いんじゃないかということを問題視したわけですね。ただ日本政府もですね、虐殺の被害者って数千人だろうというふうに言っていて、大きな違いはないですし、東京都自体もですね、1972年に東京都100年史というものを出していて、そこでもきちんと虐殺に触れているにもかかわらず、小賀都議が追悼碑は撤去すべきである。で、追悼文も送らないでほしいということを要求した結果、都知事は追悼碑は撤去しないけれども、じゃあ追悼文を見直しますよということになって、2017年から追悼文を送らないと。一体どういうことですかということで記者会見で聞かれたところ、いや、都としては東京大空襲があった3月10日と、関東大震災があった9月1日には追悼記事があって、都知事として全ての犠牲者に追悼の意を表しているから、朝鮮人もそこに入ってるんだ。っていうような、ただこれは、ね、私たち国民が、日本人が朝鮮の人たちを虐殺したという全く違うフェーズの問題ですよね。それはその、東日本の震災と福島の原発が違う問題であるように、関東大震災の被害に遭った方と虐殺の被害に遭った方っていうのは全く違うフェーズなことなのに、それを一緒くたにして、また他にもですね、歴史的にはいろいろな見方があるなどというような言い方をしてですね、小池都知事はこの件について6年間本当にだんまりを続けているというか、やっぱりだんまりでもないですね、本当無視し続けているという、ひどい状態なんですけれども、という前提があった上で、東京都人権プラザで美術作家の飯山由紀さんという方がいらっしゃるんですけれども、あなたの本当の家を探しに行くという企画を8月30日から11月30日まで、開いていて、私もともとこの方の作品のファンなので、私も今月中には見に行かなきゃと思っているんですが、これは精神障害のある人の見ている世界や言葉をテーマにした映像作品を展示しているというものなんですね。で、この企画展との本体とは別に、付帯事業として飯山さんが戦前の王子脳病院という精神病院があって、そこに朝鮮人の患者の人がいて、その診療記録をもとにして在日コリアンのラッパーのフニさんという方が詩とかパフォーマンスを通して、その朝鮮人患者の心の葛藤を表すという。で、これが26分ぐらいの映像作品のインメイズっていう。で、これも上映しよう。で、トークを、しようということに、もともと決まっていたわけですね。で、じゃあ東京都人権プラザ、実はね、この浜松町の文化放送のすぐそばなんですよ。芝公園駅が最寄りのところなんですけれども、1971年に童話問題の解決のために東京都が作った外郭団体の東京都人権啓発センターというものが運営していて、で、今回の企画展も、東京都の人権部が承諾して東京都人権啓発センターが東京都人権プラザで行おう、と思っていたら、その映像作品の上映とトークを東京都人権部が取りやめさせていた。人権部ですよ。人権についての部が取りやめさせていた。で、これは10月28日に飯山さんたちが東京都内で記者会見を開いたことによって、明らかに。その間ちょっと東京都とずっとやり取りをしていたようなんですが、拉致が開かなかったみたいなので、残り1ヶ月の会期なんですが、ここで、明らかになったわけですね。で、東京都人権部は何を問題したかというと、にしたかというと、作品の中で在日コリアンについて研究している東大の殿村教授という人が、日本人が朝鮮人を殺したのは事実。それ事実なので、実際にも当時の発言、証言もたくさんあるわけですね。ところが、東京都人権部は人権啓発センターに、これに対して都では、
この歴史認識について言及をしていません。もうさっきも言ったように東京都の百年史の中にも書いてあるし、日本国政府も認めているし、そもそも当時の証言もたくさんあるけれども、言及していませんと言った。でさらに先ほど紹介したように小池都知事がこの2017年から2022年まで、関東大震災の朝鮮人追悼式典に追悼文を送っていないという状況を踏まえ、都知事がこうした立場を取っているにもかかわらず、朝鮮人虐殺を事実と発言する動画を使用することに懸念があります。これはね、まあ、わざわざメールをくれたおかげで、その記録が残ったのは本当に、大体ね、正直こういうことするときって、メモとか、記録が残らないようにして、パッと口頭で言うことが多いんですが、今回、はっきりとですね、東京都人権部が、人権啓発センターにメールを送ったので、きちんと内容が残っていて、で、もちろん、センターの方の、担当の人は、それはおかしいと、いうようなことを言って、たのですけれども、結果的に人権部によって、上映とトークイベントが禁止になって、まあその後東京都はちょっとこのメールは迂闊だったと。まあ小池都知事の名前を出すのも迂闊だった、みたいな言い方をしてるんですが、だからといって、まあこれは他にも様々な事情があるので、企画を通さなかったので、別にそういう、その朝鮮人虐殺の歴史認識のためにやらなかったのではない、というような、無理筋の言い訳をしているんですけれども、もちろん飯山さん側としては、在日コリアンへのレイシズムに基づいた、まあ、悪質なも検閲にも、まあ確かに検閲に近いようなもので、で今回、人権啓発センターではなくて、その上部の東京都人権部にきちんと面会して説明してくれって言ってるのに、未だにかなっていない。そうなんです。ちょっとこれ相当に衝撃的な事件ではありませんか。小島さんいかがですか、これは。ね、今の経緯の中で、ポイントが、まあ、だからそれがいわゆる忖度というものなのか、はい、あるいは本当にこう、都知事、サイドの方から明確に指示があったのか、はい、そのあたりちょっとね、はい、現状では分かりませんけれども、ただそのメールの文面からすると、まあ、知事が、まあ、追悼文も送ってないと、はい、知事が認識しているその、まあ、歴史認識に照らすと、はい、都としては、ちょっとこのイベントには、物申しますよっていう文面なわけですよね。そうなんです。だからそれを、その人権を担当している部署が、そうなんです。忖度してそうしているのか、それとももう上にお伺いを立てた上で上からの指示があってそうしてるのか、そこをさらに知りたいですよね。そうなんですね。で、これも、まあ、いろいろとちょっと聞いてみると、その都知事は小池知事は2016年には追悼文を出してるんですね。で、それは慣例なので、都知事がちゃんとチェックしてきなかったんだ。それできちんと見たら問題になった。つまり、知事はこういうことに対してきちんと知らせないと問題視する。じゃあもう事前にチェックしちゃおうというような動きがもう都の中に歴史認識に関してはやっぱりこう、広がっているのではないか。で、わざわざ知事にあげる前に、もうこういうものはやめておこうよということになったんじゃないのかなというふうに言われていて、ただこれだけ大きい問題になってもですね、都知事からは、全くのこの表明はされていないし、ということを考えると、やっぱりこの都知事の意思、結果的には都知事の意思になってしまうわけですから、かなり大きい問題だと思いますね。ね、その自治体とか、まあ、国もそうですけど、トップがどういう言動をするのかっていうことって、やっぱりそれだけ組織の中とか、あるいはもちろんそれを映像で見る人々に対しても、今はこういうふうに考えるべきなんだ、こういうふうに行動するべきなんだっていう、すごく強いメッセージを与えてしまうものなんですね。そうなんですね。まあ、今ですね、change.org というサイトで、東京都人権部は歴史的事実を扱う作品への検閲を二度と繰り返さないでください。在日コリアンへの差別という重大な問題を起こしたことを謝罪し、公開を中止した作品の上映を行ってくださいという、署名活動を行ってます。change.org、東京都人権部で検索したら出てきますので、かなり今も、署名数も出ていますし、まあ、本当にどうしてもこの2、30年、日本は日本の加害行為について自虐視観というような言い方で、日本の誇りを取り戻そうみたいなことがすごく多いわけですけど、日本の誇りって、いや、すべての世界中そうですけど、間違いを認めて、それをどうやって克服して、
違う未来を作っていくかということが誇りを持てることで、過去にあったことまでなかったんだ、日本人は世界で一番優れた民族で一切悪いことはしてないんだということで取り戻せる誇りって、もう相当に脆弱な誇りだと思うんですね。そうですね。まあ、あの負の歴史も歴史だからね、はい、ちゃんと見つめてそこの事実をはっきりさせて、それを自分たちがあの今後どう生かしていくかっていうふうにこう政治は動いてほしいよね、はい、うん、今日は朝鮮人虐殺を扱う作品を東京都人権部が上映禁止、背景に小池知事の追悼文問題という、まあ、非常に大切な問題について詳しくお話をいただきました、はい。